サッカーワールドカップドイツ大会で話題となったジダン選手の頭突き、そしてフランスナンバーワンチャートを獲得した大ヒット曲、頭突きでジダンだ、レッドバットダンス、その曲で入ってまいりました。実はこの曲の日本版リミックスが制作され、この菊池選手による頭突き生音と頭突き MC が昨日収録されたそうです。今日は原曲ですが、9月2日の FIFA 有明大会から菊池選手バージョンで入場してくる予定だということです。頭突き宮城県に、そんな今日はこの男近づいてはいけません。危ない男菊池剛、さっきだったものを感じるこの菊池、目の色が違います。とことんヘッドバットを繰り出すと言っていましたが、相手はこの三沢そして小川の2人、どこまで菊池はヘッドバット1本で行くのか。先発は菊池が、お、三沢の肩をおっと胸に行った、しかしエルボー、奇襲をかけましたがエルボー一発、お、なんだイエローカード、それを投げ捨てました。穏やかではありません。おい、雨だろ、まだゴングは鳴っていません。先発はどうやら菊池が行くのか。本田と菊池、三沢と小川、本田が下がった、菊池先発、そして三沢対菊池、さあ菊池はどうする、三沢に打っていくのか。もまずは握手を求めた、リセットいたしました。いつもとはさらにこの千葉知っている目、いつも以上に気合が入っている。エルボーでいった、エルボー一発、組み合った、三沢のエルボーが来る、3連発、アートダウン、さすがに三沢のエルボー立ち上がった、自らに気合を入れるように、本田が何か声をかけました。胸に行った、そして頭、ご覧の表情の三沢です。そして背中へ、何か菊池がいつもと違いますね、何かこのヘッドバットに何か取り憑かれているような感じのする菊池。本田がですね、2本のベルト、タックベルトを持ち込みましたけれども、今後タック戦線がどうなるのか非常に注目されてますよね。まあ、もう小林さんがね、優しいからね、ああ、そして背後から今日はこの技にこだわっています。徹底的に頭突き繰り出してまいります菊池剛。まあ、小林選手もね、8月から今月入ってリハビリ開始して、徐々に頑張ってますからね、まあ、だから、まあ、パートナーの本田としてもやっぱり、まあ、どういう状況か今は待ってると、その小橋の分までという思いで2本のベルトを持ち込みました。カバーしていく、ゆっくり直してほしいですよね。そうですよね、ファンは待っています。さあ、そして小川から三沢に、先発の2人に戻りました。そしてマイティさん、はい、この三沢がデビュー25周年、はあ、もうなりますね、25年ね、1981年8月21日デビュー、埼玉浦和競馬場正門前駐車場、対越中四郎戦少しやりにくそうな距離が空いております。ローキック、ヘッドバットを出せるか、なんか戸惑ってますね、エルボー警戒ですかね。攻める糸口を探している、堂々と待ち構えている三沢です。マイティさん、はい、三沢のこの25周年というものを振り返っていただいて、はい、いかがでしょう、この四半世紀経ちましたけども。そうですね、
まあまあ、ほとんど、まあ、24年間私見てますけどね、入ってきた1年間とはあれですけども、まあすぐにもメキシコに行きましたよね、若い時に、はい、でまあ、タイガーマスクでかぶってきて、ね、マスクかぶりまして、それからずっともうトップ取ってるわけですからね、25年間、まあ、一言で25年と言いますけれども、本当に三沢の充実したですか、人生。髪の毛を掴んでますか。掴んでますね。掴んでますね、レフリーの、まあ、ブラインドサイド。髪の毛を完璧に三沢が掴んでおります。あ、これですね、反則。あ、しかし菊池が入ろうとすると、やはりレフリーとしてはそれを止めなければなりませんから、同じレフリーとしてマイティさん、この状況結構厳しいですね。そうです、ちょやっぱり三沢選手うまいですよね、分かんないですもんね、あ、位置として、はい、そうですね、ちょっと分かりにくいところですもんね。さあ小川と本田顔面へブロックしてヘッドバット菊池も、そしてこの本田もまさかまさか、あ、菊池が先に行った。そして本田、いや、マイティさん、このヘッドバットというのはなんか体にズシンとくるそうですね。きますね。私はもう一番嫌なの技っていうのか、やっぱりね、あの昔はやっぱ結構多かったんですよ、ヘッドバットが昔からね、多かったんですけども、特に外人はやっぱり黒人系のレースは頭が強かったですね。あ、そうですか、はい、やはりその勢い、ダメージっていうのは違うもんですか。違いますね。体にどういう影響があるんでしょう。まあ、私はもう足の先まで痺れましたら ね、電気走るんですよね。ほー、頭で食らったものが足まで響く。そうなんですよ、もう体に力入れてるんですけどね、もうつま先までこう電気がビーッとこう走りますね。厳しいですね、その固い頭を持つ本田であり、そして菊池であり、この青コーナー2人、青コーナーの2人、あー、鼻のあたりでしょうか、エルボー。そして腕を持って逆に投げられました、小川キックで迎撃、あー、捕まった、捕まりました。そこから肩固め、そこから投げていく、手を伸ばした菊池、本田から菊池へ、ジュニア同士、菊池対小川、逆エルボー、一回転して勢いをつけてテロセンキック、コーナーを背にしている小川。さあ、さあ、そして振り向いて本田が入る構え、本田は三沢を警戒、ダイビングのヘッドバット、胸に命中、石頭が落ちてきました。あ、そして連続で放っていく、胸めがけて連発のヘッドバット。9月2日からは菊池剛バージョンの新入場テーマで入ってくる予定の菊池、据え付けました。コーナーのトップ、コーナーのトップから投げていく。さあ、そしてここから連続できるか、連続できるか、チャンスが訪れた。あー、ピンチ、ピンチ、足を捕まった、捕まえられた。さあ、体勢整えて、あった、かわされた、菊池剛かわされました。ダメージありそうですね。まあ大丈夫でしょう、菊池は。大丈夫ですか。顔は強いですからね。顔は強い、強いですよ、顔面が真っ赤になっている菊池。そして連携です、逆エルボー、腕を取って谷バサミから三沢が飛び越えてエルボードロップ。三沢小川の流れ、なんとか肩を上げました。本田がリングの下です。ニュートラルコーナーサイド、今ようやく立ち上がろうとしています。膝のあたりを押さえています。さあ、今度は逆に小川が背後から、あー、捉えた、肩車の状況。さあ、ダブルインパクト、三沢が来た、三沢が来た、小川が本田を落として、そして投げ落とされたのは菊池剛。
やはりタックの連携、三沢小川組に一律の長があります。ダブルの前蹴り、そして顎砕きから三沢のエルボー、三沢小川の連携、返すのが精一杯、意識が遠のく菊池です。と捉えたバックドロップの体勢、お本田が小川を投げる、バックドロップの後ろにデッドエンドの後ろに、あジャーマンだ、4人が、おっと今ブレイク、4人が入り乱れています。三沢がエルボー、そして丸め込んだスクールボーイ、菊池危ない、おお、2カウント入りました。最後は混乱した状況、的確に捉えたのは三沢小川組、あっという間でしたね最後。そうですね、ちょっとどうなるか分からなかったですけども、まあ小川うまかったですねやっぱりね。いやーなんともこういった結末を迎えました。小川が菊池を抑えました。13分55秒、三沢小川組の勝利。やはり何かヘッドバットにこだわりすぎましたか。そうですね、確かにそうなんですよ、もうヘッドバットもいいですけどもね、他にもいろんな技を持ってるんですから、あまりこだわらない方がいいと思います。悔しそうな表情が伺えます。三沢小川組赤コーナー勝利。そして今金丸が花束を持ち込んでいます。そうです、デビュー25周年、先日の21日デビュー25周年を迎えました三沢光晴選手に、プロレスリングは渡辺選手として、そして金丸義之選手に記念の花束贈呈でございます。プロレス四半世紀、デビュー25周年の三沢、選手会長の金丸が花束を渡しました。これまで25年間プロレス界のトップを走り続けてきた三沢、これからも我々に三沢のプロレス見せてくれることでしょう。第2沢コールになりました。ちょっと照れた表情を伺いましたけどね、まだまだ頑張ってほしいですね本当にね。そうですね、開幕戦後楽園ホール三沢コールに包まれています。思い出に残っている試合、今頭に浮かんだ試合何がありますか。そうですね、やっぱりもうねデビュー戦ね、一番初めて、まあ当日ね会場で聞かされたんでね、まあ誰にも報告できずにデビュー戦を終えたかなっていう思い出はやっぱりありますよね。まあ俺の場合あとねマスクかぶったりいろいろあったんでね、まあでもまだね浸る時ではないんで、ね、もっともっと頑張らなきゃいけないなっていうふうにね強い気持ちにさせてもらいました今日。